こ入り込めたらでかいから、ま、いやおかしいでしょ絶対今の、今の本当におかしい。はいとも、ナトだよ。今回もスプラローラーで X マッチやっていきたいと思います。このスプラローラーで X マッチ潜る企画ね、ちゃんと好評で、非常に嬉しいでございます。ただね、俺の動画ね、他の多分人もそうだと思うんだけど、チャンネル登録してない人が8割なんですよね、動画見てる人の。多分ほとんど、ほとんどの人がね、おすすめから見てるんですよね。なので、まあ、おすすめから見てるという人は、まあ、ついでにチャンネル登録ポチッとしてもいいんじゃないでしょうか、ということでやっていきたいと思います。はい。この試合勝ったら、ぜひとも高評価でお願いします。はい。なので、高評価のためにも勝ちますから。じゃあ、集中です。まあ、今日はちょっと喋り少なめで本気で勝ちに行きます。いやてか毎回本気で勝ちに行ってますよ。はい、手をいか俺のカーリーモブでしっかりと敵をお潰していく。この試合は王冠がいるのでしっかりと、さあリッターはやる、ジェッパメルでかい、このキルは人気はでかいんじゃないの。最低、何これ、ラピレコ3枚いるけど、もうやめてよ、もう絶対トーピードいる。俺スプラローラーの動画で多分8割ぐらいね、トーピード率がマジで。リッターうますぎー、いやマジでうまいんだけど、あんなドラッグショット決められるし、グレートバリアの展開間に合わないし、もう嫌になって、ま、嫌にはなってないんですけど、頑張ります。います。あ、もうトーピード一緒くる、あ、もうトーピードキモい、やばい、いやここちょっとな、どうしようかな、相手のリッターもあれだしっていうところはあるけど、無理だー、ジェッパ強い、どうすればいいのこれ。ジェ、あー、そっか、ラピレコジェッパか。え、俺これ勝てる見合い見えないんだけど、この試合高評価かかってるのに勝てる見合いが見えません。これまたトーピードにブチギレになるけど、動画タイトル、いや負けんな、俺負けんな、こんなトーピーの武器に負けんじゃねえ、やめて、入ってくんな、不法侵入、いやクソ、やったけど、いやでも前線上がってる、第一関門突破できたら僕はもうそれでいい、第一関門許す、よし、第一関門が結構大事なんで、この試合はもう、なんでこれ跳ね返せないの、トーピードを。いやマジか、うん、しつこい、いやでも平成は似てんのか、ロングとラピレコの違いみたいなとこあるのか。ただ俺からしたら完全にトーピード2枚の方がゲロきついんだよな。まあリードは仕方ない、これそんな痛くないリード、いやこれグレートバリア意識で一旦これ乗る意味ないな、オッケー、リードナイス、まあこれ手負いかはしゃあなくて、いやー1になっちゃった、1か外した、でもリードした。ナメロ金属お互いカウント進まない事件入ってるけど、お互い第一関門突破してるからちょっと怖いです。はい、ということで頑張ります。いやー熱い試合だ、非常に、ふざけてるー、それはなんだそのジェッパー、え、そんなのあっていいんか、今のジェッパー、え、今のジェッパーあっていいのか、今2人とも直撃だったけど、2人とも、あ、終わった、いや無理だ、いや止まって、ワンチャンス俺にくれ、いやきつすぎるでしょ、いやロラコラなのか時代は、マジか、いやまだ22、いやビーコンあるし、うわもうしかも敵のリッターすげえいいとこで抜いてくるから、まだ攻めのターン続くし、もう危ねえ、地獄だこの、すいません、地獄です、これが地獄ですか、
いやーローラー絶対潜伏しようと思ったらもう落ちてるわ。待って、あそこの立体前どうすればいい？オッケー。ああ。どこ？敵の場所わかんない。あと10秒しかないって間ですか？あと10秒しかないの。え、ま乗れない。やばい、そういえば俺1勝2敗なの忘れてた。これはい、マッチングいたしました。アマ美術大学のガチヤグラということで頑張っていきたいと思います。はい、いやラピレコが毎回のようにいます。いやどうなんだろう、なんかドラコラの方が最近見るようになってきたけど、ドラコラなのか時代は。いやでもそんなことはないな、まあ、日によるよね。言うて多分同じ人とマッチングしてるか、同じ人とマッチングしてるだけか。これやっぱラピレコがめっちゃきついよな。え、何で死んだの？え、9番あった？ごめん見えなかった。やばい、眼科行った方がいいかもしれない。一応でも視力はいいんですよ俺、こう見えて。ちっちゃい頃から暗い場所でずっとゲームしてたにもかかわらず視力はいいんで、俺も暗いところでゲームしたら目悪くなるっていうの信じてないんですよね本当に。どこいんだろう、リッターに圧かけている。それやられんの？リッターに。リッター強いな。近づいても処理できるんだったらもうこういう武器じゃないじゃんそれ。ということで頑張ります。いやちょっと落ち着こう。今日ちょっと1試合目あまりにも地獄すぎて、あまり冷静な立ち回りできてないから。リッター多分俺のこと警戒してるんだよね。リッターの場所が分かったら、あー当たっちゃった、やば。これビーコン壊そう。うまい。それはごめん。じゃあよりによってローラーが後ろ見てたか。どうしようかな。うわー関門突破されちゃったな。結果的にあんまりいい立ち回りじゃなかったけど、しっかり前は行っていきたいけど、味方としっかり連携が取れて。うまい、マジでうまい。頑張れ、倒せる、倒せない、頑張れ、ナイス、いける。言うてまだ大オッケー、でかいロラコラだけオッケー。いやこれグレートバリア貯めたいな。とりあえず2人で攻めよう。ここ入り込めたらでかいから、ま、いやおかしいでしょ絶対今の。え、今の本当におかしい。皆さん見ました？今の絶対おかしくないですか、今のグレートバリア貫通は。どういうこと？普通に不法侵入してきたんだけど、弾が不法侵入とか あっていいんですか、マジで。いやもうやだグレートバリア今の。何を守れんだお前一体。オッケー、しっかり対面に勝っていく。絶対負けねえぞ。これ勝ったら高評価でお願いします。さっき負けたんでね、多分まだ皆さん高評価押しないと思うんですけど、これ勝ったらぜひとも高評価で、まあ、これはもうグレートバリアでもう進めれるだけ進める。なんでやねん、もうさっきから自分のグレートバリアで全部死んでる。もうやだ今のマジか。ちょっと今日ダメだ、情緒不安定。落ち着きます、勝ってんだから。ちょっとか試合に勝ってるのでちょっと落ち着きましょうマジで。 OK いいよ、落ち着いたら俺強いから。ちゃんとグレートバリアが弱いだけ。いや触れないか、まあ、これはちょっとどんまい。まあでも敵に味方に位置教えてるし、矢倉はまだ中央にあるので全然よくて、で味方もしっかり1キル取ってあげてて。うまい、マジでうまい今のは。来た、覚醒7と来ました。これナイス。いやこれクワッドで飛んでよかったな。しっかり前線上げる動きをしていきたいけど、ナイスすぎ、ナイスすぎ、ナイスすぎ。それやれます多分。いや味方俺のグレートバリアを
本当グレートバリア全然活かせてない俺。うまい。よし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 。ジャンプからの縦振りも冴えてる。なんでや。マジか。今ステルスジャンプ見てたんかな。でも味方強い。ナイス。味方のクワッドとすげえ噛み合ってるわ。やっぱ復活短縮2人で一緒に攻める動きが噛み合った時マジで強いな。いやこれはオッケー、ナイス。よし勝った勝ったよ、ありがとう。はい、マッチングいたしました。なめろう金属のガチギャグラということで、まあ、1試合目はなめろう負けたので、まあ、ちょっと、気合い入れて頑張っていきたいと思います。多分有効キルだよね。ヤグラが進んでる時に右奥でグレートバリアなど何なの使ってキル取るのが大事なんだよな。うん、それがね難しくてね、相手が隙をついた瞬間に詰めるっていう動きをしっかりしていかないといけないんだが、グレートバリアじゃなくてカーリングオブが強いですと。でこのタイムで左ちょっと死ぬかもこれ。え、味方強い。これいるっしょ。あ、でかっ。あっ、どこ。イエー、強いな。そのブラブラコンボ強すぎる。やば、相手のプレーうまい。やばい、うまい。ごめん、これ飛ぶわ。ナイスサマーあるから多分生きれる。ド判断しまして、オッケー、味方守る動きをしていって、これ一回グレー、いやでかいんじゃない、このグレートバリア多分結構いいと思うんだよね。まあ、ここで圧かけるだけで OK だと思いますということで、 OK、 この動き素晴らしい。そして第一関も突破してる。フォービードは落ち着いて避けて、これはジャンプして落ち着いてジャンプからのグレートバリアでしっかりと。いやーごめんね。いやこれはまあ仕方ない。いや十分だわ、お仕事としては十分。もうでももう1キル取りたかったな。まあ、第1関も突破したし、カント44も悪くないんで、これねカント44とかのまま勝ち切ること多いんですけど、多いからなんか、え、グレートバリアいる相手。あ、ホットか。いやわかんねえ敵の場所が。いやーこれ第一関門しゃあないかな。やばいやばい、ガンダムオンライン始まってる、ガンダムオンライン始まってる。スプラトゥーンじゃないこれ。なんだそのやばい、普通に。あ、やばい、え、これバイてるね多分。やばい本当に。いやーごめん、頑張って。ナイス。いやそれはめちゃ持って、ナイスー。ふぅ、ヒヤヒヤだぜ。いやー、さっきでもこの展開から負けてっからね。さっき1試合目と同じ展開だね今のとこ。もうラッピーだと俺右から縦振りブームできません。いる。なんでこれ返せねえんだ。ええ、マジか。なんかさ、矢倉の壁に潜伏してた。全然分かんなかった。今のうまいな。あー、これ飛んだらダメなやつだった。でかっ、飛んで正解になっちゃった。一回飛んで返しよう。これ普通にいろいろまずいから。いやこれ味方守る動きでよくて、いや結構当ててるぞ、結構当ててるぞ。緊急回避用の、いややめて、矢倉進んでないから。危ない、ありがとう。
飛び先ありがとう、感謝の気持ちを忘れずにってやつだね。いや今のやめな、ごめん。ぜ、いやそっちの相手のブラカバー偉すぎるな今の。今のタイミングで、もうさっきと同じ未来が見える。またジェッパじゃない。当ててます。上から上からか。まだある。俺らも同じことすればいい。敵の場所が分かりません。あっ危ない。ありがとう外してくれて。もうどこにでも敵がいても。そしてトーピード。終わりだこのゲーム。ああいやまだチャンスある。乗れ乗れないなこれ。ダメろー、ダメだー。ちょっと悔しいのでもう一戦行きたいと思います。はい、マッチングいたしました。アマ美術大学のガチヤグラということでアマビが来ました。いやちょっとあの助かってる、うん、やっぱねそのいやなめろうがきついんだよね本当に。なめろうがきついで今月ちょっと王冠最終王冠目指すか。もう甲子園練習とかでパワー3000目指すと結構きつそうなんで、今シーズンは目標最終王冠で全ルール、まあ、少なくとも2ルールぐらいは最終王冠で終了フィーはさせていきたいけど。うわうまいそのボム。いやすごいな今のは。完全に読まれてたね逃げ場所。さあただちょっとまずい状況か。うわーごめん当てれなかった。さあ相手のパブロ。うわマジマジもうこれやだよ俺。また3連敗ずつ3敗でパワー下がんの。えマジどうすんの。えどうすんの。あナイスやばい。いやーもうちょいそれ。いやーマジか。そんなに俺の子、俺めっちゃ狙われる。グレートバリア塗り状況がやばい。今おったら俺ら平成弱すぎ。終わったこれ。スプラローラーとスパッタリア混ぜたら危険なんよマジで。引退します。